がご来場いただきまして誠にありがとうございます。3月11日に発生した東日本大震災から間もなく11ヶ月が経とうとしております。我が福島県は地震、津波、原発、風評被害の4重苦にあえいでいるわけですが、復興の道筋は徹底した女性による安心安全な生活圏の確保、これは県外避難している方々、とどまって生活をする私たち、さらには未来を担う子どもたちが誇りを持って生活できるふるさとの再生のためには確実に対処していかなければならない重要課題となっております。今回のフォーラムでは特に小さいお子さんをお持ちの親御さん、毎日の空間占領、食品のこと、お子様が遊ぶ公園のこと、毎日の家事のことについても心配事は尽きないことと思います。そんな皆さんが抱いている不安ですとか、わからないことに対してこのフォーラムではお答えし、そして理解を深めていただこうというのが今回の趣旨でございます。今日は3つの講演と健康影響、除染推進をテーマとした対話フォーラムも設けております。限りある時間の中ではございますが、皆様の生活の一助となるフォーラムの開催を目指しております。なお講演につきましてのご質問は第2部の対話フォーラムで受け付けさせていただきます。また受付でお渡しいたしましたアンケートはフォーラム終了後スタッフが受付で回収いたしますので、お帰りの際にスタッフにお渡しいただきますようにお願いいたします。申し遅れましたが、私本日のフォーラムの司会進行を務めさせていただきます、ラジオ福島のアナウンサーで菅原美智子と申します。どうぞ皆様最後までよろしくお願い申し上げます。それでは初めに福島県知事より皆様方にご挨拶を申し上げます。佐藤雄平知事でございますが、本日所要により出席することができません。私県の県中地方振興局長の小松と申します。知事より預かってまいりました挨拶を代読させていただきます。除染の推進に向けた安全安心フォーラムの開催にあたりご挨拶を申し上げます。本日は地元郡山市はもとより県内各地から多くの皆さんにお集まりいただき誠にありがとうございます。また開催にあたりましては初回に続いてご参加いただきました田中会長さんほか、日本原子力学会の皆さん、郡山市原市長さん、吉田市長さんをはじめ関係の皆さんにご協力をいただき心から感謝を申し上げます。未曾有の大震災から10ヶ月が経過いたしました。しかしながら原子力災害は今なお続いており、農産物だけでなく工業製品や観光における風評被害、さらには採石をはじめとする建築建設資材の汚染問題など次々と新たな局面を迎え、その対応に迫られる毎日であります。こうした問題を根本から解決し、県内外に避難されている方々のふるさとへ帰りたいという思いや県民の皆さんの安全安心を求める声にお応えするためには、除染によって放射性物質を取り除くことが必要不可欠であります。県では昨年の春以来、公園・校庭の表土除去、除染の手引きの策定、町内会などが行う除染活動への技術的・財政的支援、除染従事者講習会による従事者の育成などに取り組んでまいりました。またこの1月からは除染を進めるための根拠となる特別措置法も施行されました。そこでこの法律に基づき除染計画を策定する市町村に対する総合的な支援協力や正確な情報発信、最新の除染技術の効果検証、面的除染モデル事業など
専門家の皆さんのご指導や県民の皆さんのご意見、ご協力を得ながら、一つ一つ安全安心につながる施策の展開に努めてきたところであります。